自己肯定感を高めようとしても、適応障害の本当の問題は解決しません。あなたが自己肯定感が低いと悩んでしまうには、ある理由があったんです。では、そのある理由とは、こんにちは、タケです。今回は、自己肯定感を高めようとしても、適応障害の本当の問題は解決しませんという、ちょっと衝撃的なテーマでお話をしていきます。タイトルを見て驚いた方も多いと思います。そう、今回は自己肯定感が低いと悩んでいるあなたのための動画です。僕は毎月適応障害やメンタルの悩みを抱える方のご相談を受けさせていただいているのですが、自己肯定感が低い、できるだけポジティブに考えようとしたり、嫌なことを考えないようにしたり、自己肯定感を高める努力をしているんだけど、なかなか改善している実感が持てません。どうすればいいでしょうか？という相談をよく受けます。そして多くの方は自己肯定感の低い自分を変えるには自己肯定感を高める努力をした方がいいんじゃないかなって思いませんか？確かにいつもネガティブや自信のない自分を変えたいと思ったら普通自分のその考え方や性格を変えた方がいいんじゃないかって思いますよね。でも実際のところ自信のない自分を変えるためにいわゆる自己肯定感を高める努力は全く必要ないんです。あなたもきっとこんな経験がありませんか？自己肯定感を高めようと本や動画を見たりモチベーションが上がるセミナーに参加したけど結局自信が持てるどころか変わらない自分にむしろ自己嫌悪に陥ったっていう経験、僕も過去にいつもネガティブで自信のない自分を変えるために自己肯定感を高めようといろんな情報を集めたり努力をしていたことがあります。でもそのやり方そのものが自己肯定感で悩んでしまう原因の一つだったんですね。もしあの時あの方法をやめなかったら今でもネガティブな自分に嫌気がさす毎日だったと思います。この動画を見てくださっているあなたはきっと自己肯定感について何か悩みがあると思います。今回は長い間自己肯定感が低い、だから人にうまく話しかけられない、いつも恐怖や不安にとらわれてやりたいことができない、適応障害になり、その本当の自分の問題はこのままで解決するんだろうかという悩みを克服してきた僕が実際にサポートさせていただいた講座生さんにインタビューをいただきました。今回お呼びした講座生さんは長い間自己肯定感が低いということで悩まれていましたが、今ではその悩みを克服されて仕事、人間関係、日常生活など自分自身がやりたいと思える行動を取れるように変化されていて、毎日やりがいを持って過ごせるようになっているそうです。今回はそんな講座生さんと自己肯定感が低いという悩みを解決するためにはどうすればいいのか、適応障害の本当の悩みを克服するために重要な考え方や行動についてお話ししていきたいと思います。最近まであなたと同じように悩んでいた講座生さんのインタビューです。この動画を一本見るだけで自己肯定感についてあなたが今後悩む時間がなくなるかもしれません。どんな状況からでも人は変わることができると勇気を届けられる内容になっていると思いますので、必ずこの動画を最後までご覧ください。それではスタートしていきます。はい、ということで今回はですね、自己肯定感を高めても適応障害の本当の問題は解決しませんというテーマで、適応障害の根本的な悩みを解決していくために重要な考え方や行動について実際に僕のサポートを受けていただいた今回はねヒデさんをお呼びしてお話を進めていこうと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。では最初にちょっとお聞きしたいんですけど、僕のサポートを受ける前のこととか想像してほしいんですけど、どんなことで悩んでいたとかどのような状態だったかっていうところを少し教えていただいてもいいですか？私は職場の方でですね、まあ、人間関係とあとまあ仕事内容のところで非常に悩んでまして、新しい業務を担ったところから人間関係のところで一歩踏み出せないというか、相談ができないだとか話しかけられないっていったところで、まあ、強く悩んでました。最初はまあだんだん慣れていくだろうと思っていたんですけれども、なぜかこう新しい業務のところも結局自分一人で自己解決しなきゃいけないような内容が多かったので、どん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 こう自分の中でちゃんと仕事ができてるんだろうか、周りからどう見られてるんだろうかといったところをどん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 気にするようになっていって、次第に朝吐いてしまったりだとか職場に行くのが怖くなったりとか、あとはそもそも人間関係自体がもう本当に怖かったり、周りのことをやたらと気にしてしまってずっとドキドキしてるような状態で悩んでました。なるほどなるほど、そうですよね。やっぱりお仕事の人間関係とかお仕事の内容とかで精神的に苦しくなってしまって適応障害と言われて悩まれていたっていうようなところですよね。そうです。
はい、その時に苦しい状態が続いてたかなって思うんですけど、何か自分でその状況をなんか改善するために取り組んでいたこととか、はい、そういったこととかってあったりされましたかね。はい、定期的に病院に通っていたといったところもそうなんですけれども、自分では適応障害とかメンタル系のそういう本をいろいろこう読み漁ったりして、どのような形でこう対処していけばいいのかっていったところで自分なりに何冊も本を読んだりですとか、はいはいはい、まあ、さまざまな方が、まあ、精神科医の方が発信されている YouTube を拝見したりだとか、そういったところで知識というものを蓄えて、それをどうやって活かしていけばいいのかっていうことばかり考えてました、はい、めちゃくちゃ素晴らしい取り組みですよね。知識を取り入れるであったり、はい、ご自身で、ね、勉強するって本当に素晴らしいっていうふうに思うんですけど、これなんか試してみて実際どうでした、はい、結局本を読んだりとか新しい情報が入ってくるといったところで、その時はこれをやっていけば大丈夫なんだろうっていうような安心感を持っていたりだとか、その反面ですね、いろんな情報が入ってくるので、まあ、いろんなものを本当媒体として見ていたといったところもあったので、結局情報ばかり食べ込んでいってしまって、何をすればいいんだろうっていったところが多くあったかなと思いますね、今振り返ると。なるほどなるほど。適応障害に悩む方って努力家な方とか誠実な方がねすごく多いので、ご自身で学ばれてる方とかも多いんですけど、情報過多になっちゃったり、知識は分かったんだけどどうすればいいか分からないっていう方もたくさんいらっしゃいますよね、はい、そうですね、結局どうすればいいか分からないっていうところがやっぱり一番多かったですね本とか読んでいてもいろんな方が書いてる内容でもリンクするものっていうのはやっぱりあるので、あ、この内容もこの本に書いてあったな、なんかの YouTube でも言ってたなとか、そういう形ではあったんですけど、じゃあこれを実践的にどうやってやっていけばいいのかっていうのは自分で結局考えなきゃいけないっていうところも非常に多くてですね、ただでさえネガティブ思考で悩んでいるところばっかりに意識がある中で、結局うまく掘り起こせなかったっていうのが過去の状態でした。めちゃくちゃわかります。これやっぱりご自分で改善のための方法を調べたり、はい、知識を学ばれてきたかなっていうふうに思ってるんですけど、はい、その中でもちょっと実践っていうところでね、難しいなっていうことを感じて、はい、そんなね状況を改善したいなって思われて一緒に講座で学んできたかなっていうふうに思うんですけど、はい、今回はいつもネガティブで悩んでしまう自分の考え方を変えた方がいいんじゃないかなと思ってるけど、はい、うまくできないとか、はい、あとは自己肯定感が低くて行動できないとか、はい、自分を変えられないっていうふうに悩んでる方のご相談もたくさん受けるんですね、はい、なのでこの悩みを解決するために何が大切かっていうことを一緒にお話ししていきたいなっていうふうに思うんですけど、うん、ちなみにヒデさんは自己肯定感について悩んだこととかってありますかね、はいはい、自己肯定感を高めるっていうワードっていうのは大体の本でもそうですし、発信されてる YouTube の内容とかでもよく聞く内容だったので、実際ですねそれはすごい考えました。日々自己肯定感を上げなければって言ったところで毎日思ってたような部分はありました。そことかもお聞きしたいなと思うんですけど、自己肯定感を高めようとしてたっていうようなところですよね、はい、そうです。自己肯定感高めようとして、まあ、どんなことをされていたかとかって何かあったりされますかね、はいはい、まずですね、毎朝職場に行く前に心の中で唱えるんですよ。今日はこれをやっていこう、あれをやっていこうだとか、自分の良かったなって思うところに気づいていこうとか、そういうのをですね本当毎日やってましてそれで職場に向かうっていうことをしてました、はい、あとは1日を振り返って、あ、これは良かったなとか、これが自分でもできたとか、はいはいはい、そういうのをですねこう書き留めるようなことも一時的なんですけどもしておりました、はい、なるほどなるほど、めちゃくちゃ素晴らしいですね、はい、自己肯定感であったり自尊心が高まるような言葉を自分に唱えるとかいうか、はい、考えるであったり、一日の中でうまくいったこととかメモ書きするというか紙に書くというようなところですよね。これ結構本当にやっぱり自己肯定感を高めるためにした方がいいよっていうふうに結構言われてる方法かなって思うんですけど、これやってヒデさんはその、はい、実際どうでしたか？なんか変わってる感覚とかちょっと自信ついてきたなっていう、はい、そういう変化とかってどうでしたかね？正直あまりなかったです。とも言うのもその日一日を振り返った時に、あ、これができたなっていうふうに思えてちょっと心の中でも安心することはあるんですけれども、翌日になると結局リセットされて、また今日もできることを一つでも増やしてやろうとか、そういういい意味での意気込みではなくて、今日もそういうことができるのかなっていうようなですね、はい、自分に無理やり課題を与えてるような心境っていうのが強かったので、はい、簡単に言うと一喜一憂してるっていうところがですね非常に多かったかなと思います。
やっぱり自尊心高めなきゃって思っちゃうと、ずっとその自分ができるであったり、自分は価値ある人間なんだっていうのを自分自身で証明し続けなきゃいけなくなっちゃいますよね、はい、そこが結構苦しいところで、例えばですね、私がちょっと参考にしてた内容としてこう書き留め始めたのも、簡単なことでもいいんで、できたこと、まあ、嬉しく思ったことっていうのを書いてみましょうっていうところに影響を受けてですね、ちょっとやってみたところもあったんですけれども、単純にまあこれでもいいんだっていうような本当に簡単なところとか、本当に例えばですね、今日もう本当に3食ご飯食べれてよかったとか、そんな内容とかでもですね書いてたりもしてたこともあったんですけれども、でも本当に自分が悩み苦しんでるところっていうのは職場の中での自分であって、そこの内容に対して本当は自己肯定感とか認められたいとか、その思いがあるのに、あまりそことはかけ離れたところを書いて安心してるっていう部分とか非常に多くてですね、結局自分が一番悩んでる部分に対しての何かできたとか誰かからこう評価されたところにはあまりそういう内容っていうのが思い浮かばなかったので、無理やりそれを探してるっていうような状態でした。無理やりまあ探してでもそれを振り返るってことは、別に極端に言うと別に悪いことではないと私も思うんですけれども、自分がこう求めてるものとはちょっと違ってるなっていうふうに思ったので結局今日もダメだったじゃんみたいな感じのところがやっぱり多かったですね。そっちばっかり目に行きました。はい、すごくわかります。ポジティブに考えて自己肯定感を高めようとしたり、メモ書きとかをして、はい、一時的には安心するような感覚があったと思うんですけど、はい、長期的に見るとその毎日が辛いなであったり、はい、うまくいかないなっていうところで苦しい状況になっちゃったっていうようなところですよね。そうですね。そこで自己肯定感について悩んだご経験とかもあるのかなって思うんですけど、今その状態からどのように変化してるとか、はい、自己肯定感について何か考え方が変わったとか、そういうのってあったりされますかね。一つはですね、結局適応障害で一番悩んでた時というのは、自分のことを中心というよりかは、まあ、周りの方々の見る目だとか評価だとか自分が仕事に対して周りのこう求めてるものができてるんであろうかとか、自分基準じゃなくて他者評価の方を結局は気にしてしまっていて、それに対して要求に応えられたことが丸、はい、答えられてなければ×だとか、そういうような考え方が強かったんで、はいはい、自分のことなんですけど自分基準ではなかったっていうところが、まず一番適応障害の時に苦しんでた時に思ってた部分ですね。それが一番の部分ですね。そこから今は自分がやりたいことだとか、自分でチャレンジしていこうといったところに対して行動してるかしてないかっていうところを意識するようになったりしたので、どちらかというと何て言うんでしょう、それがまあ自己肯定感とか自尊心とかっていうことすらも意識しなくなったんですね。大前提としては、人間の思考の8割はネガティブっていうのところを竹さんのワークで学んだことが、このワードがですね非常に多くですね重くありまして、逆にあ、それって普通なんだなっていう風に思えるようになって、そこからアクトのワークを実践することによって、自尊心自己肯定感っていうのを気にしなくなったっていうところが正直な言い方ですかね。なるほど、ありがとうございます。これ本当にすごく大切なことをね今もおっしゃっていただいたなって思うんですけど、以前は自己肯定感を高めなきゃとか、はい、自尊心がないといけないって思われてたと思うんですけど、はい、今は自分が取りたい行動を取ることに集中ができていて、あくまでその自尊心とかはおまけなんだよくらいの気持ちで、まあ、気にすることがねなくなってきたっていうようなところですかね。まあ、自己肯定感というよりも、まあ、自尊心ってところで、今まではやったことに対してできた嬉しい、あ、よかった、はい、できなかったことに対して、あ、自分はやっぱりダメなんだ、結局このままじゃんとか、自尊心で身分割どちらかに考えてたんで、それがですねやれたことに対してとにかく行動してるんだなと、で先に関しては行動するからいろいろなこう変化が起きてくる、それはまあ自分にとって望むような方向とか嬉しい方向もあるでしょうし、また課題としてあることでもあるでしょうし、まあ結局そこでなんだかんだ人とのコミュニケーションが取れてたりとか、会話がしやすくなってきてるっていうところも実感するようになったので、ある種そこでこう自尊心でできたできないとか、あ、嬉しい嬉しくないとかっていうふうに考えるのではなくて、あ、行動したこと自体で自分は、まあ、ここにやってることがあるんだなっていうふうに思えるようになったっていうようなところですかね。大切なのは行動で、行動を通した結果、はい、いろいろ自信とか自尊心につながってくるっていうことなんですね、はい、そうですね。後から振り返って、あ、これもなんだかんだできるようになったとか、人とのコミュニケーションの部分においてもあんまり怖がるようなことなくなってるなとかっていうふうに後から思い返してふと思えるような
ようなところなんで、意識的にこう自尊心を高めていこうとかっていうような感覚とはもう全く違いますね。なるほどなるほど、すごい変化ですね。ありがとうございます。そこで自己肯定感であったり、はい、自尊心みたいなものが気にしなくていいというか、不要っていうことが分かったら、何か変化とかどうなりましたかね。一番感じるのが、一つのことに対して一喜一憂しないで済むようになったっていうところですね。簡単なことなのかもしれないんですけれども、以前はちょっとした人から言われる言動だとか、別に人から何も言われてるわけでもないんですけれども、職場での自分自身の立ち振る舞いとか、やってる内容とか、その日の行動とかで、よし足を毎日毎日気にしていたんですけれども、そういうことがなくなっています。自己肯定感とか自尊心を高めていこう、何かこう発見していこうっていうのは多分大事なことではあるとは思うんですけれども、自信にもつながると思うんですけども、本当に苦しんで悩んでる時っていうのは、その一点だけに上げるか上げないか、いくつあるかないかで、私の場合は数えてしまったというか、思う部分が強かったので、そういう適応障害で一番悩んでる時期っていうのは、とにかくただでさえ苦しんでて、周りの目を気にしたりとか、自分ができないどうしようとかっていうところを気にしてるのに、そこに対してなんかわざわざ課題を与えてしまってる、今日丸は何個あったんだろうとか、そういったところを毎日毎日繰り返していたので、結局それだと自分に対してなんか脅迫観念ではないですけども、追い詰めてた部分が逆に強くなってしまうなと今は感じるところなので、この一喜一憂っていうのがまずなくなって、そういうことに対して気にするっていうことはなくなってきました。これ本当に素晴らしい変化だなって思うんですけど、自己肯定感とかね、自尊心が気にする必要がないっていうことが分かったら、はい、職場での人間関係とかコミュニケーションであったり、まずそもそも、まあ、ヒデさんが取りたい行動、はい、価値観に沿った取りたい行動を取れるように変化されていって、はい、行動からね吸収できるようになったっていうようなところですよね、はい、いや本当に素晴らしい変化ですね。例えばその講座とかで学んでいく中で、自己肯定感がね、はい、実は不要なんだっていうことに気づかれて、行動がね今みたいに変わっていったかなっていうふうに思うんですけど、自分を変えるために、行動を変えるために、はい、これ大切だったなとか、はい、こういうことをやっていったらすごく変化があったよっていうことがあれば、はい、ぜひお聞きしたいんですけど、何かありましたね、はい、まず大前提としては、思考と行動を切り分けるっていうところを意識を持ってやれてたってところが一つです。それができるようになるためのワークをやってたっていうところなので、アウトプットをしながらやっていくことで変化が出てきたかなというふうに思ってます。誰かと学ぶであったり、実践を通してアウトプットをするっていうことで、だんだんね、うん、はい、その自己肯定が不要っていうのが、まあ、腑に落ちてきたっていうようなところですかね。そうですね、思考の8割はネガティブだっていうところを考えればそういうふうに湧き起こる思考っていうのは自然なことであって、決して悪いことではなくて、性格上の特性なんだなというふうに捉えるようなことができるようにも、ワークを通せたからこそ思えるようになったと。ネガティブ自体に対してすごく執着して怯えることがなくなったっていったところが大きいかなと思ってます。はい、前提として、まあネガティブは悪いことではなくて、当たり前のことっていうのを理解して、一人では情報過多とかになっちゃうかもしれないので、実際に実践を通してアウトプットとかを続けることによって、あの、変わっていくっていうようなところですよね、はい、そうですね。自発的に、あ、ちょっと今緊張してきてるな、思考にとらわれてるなと思った時に、ワークをこう実践することによって、また新たに自分のこうやろうとしたところに集中していけるっていうような流れを自分の中で組んでいくっていうことができるようになった。そこが大きな違いかなと思います。なるほどなるほど。ヒデさんもこれまでね、学んだり自分自身でも知識とかを取り入れたりしていたので、はい、そことね、はい、まあ僕の行動とかがマッチして、はい、なんかピースがはまったような感じで普段から使えるようになっていったっていうようなところですかね。それに尽きるかなと思っております。ありがとうございます。本当に素晴らしいと思います。自己肯定感が、まあ、不要なんだっていう風に気づいても、はい、これでもね、はい、変わる人もいるとは思うんですけど、それでもなかなか一人では難しくて、自己肯定感が低いっていう風に悩む方もいるのかなって思っていて、はい、そういう方にこんなことをしていけば悩みが解決に向かうんじゃないかなって思うものとかって何かあったりされますかね。まず自己肯定感を高めようと無理に考えないことかなっていうのがまず一つだと思ってます。いろんな本とかを読んだりとか、いろんなこう媒体を見ると絶対書いてあることなので、どうしてもそこにフォーカスされると思うんですけれども、そうすると聞く人によってはその日その時一喜一憂してしまう、いいことよりもああダメだったなと思うことが多いようであれば、そこってより自分を沈めてしまうというか、落ち込ませてしまう要因の一つにもなるのかなと思うので、まずそこの部分を一旦それは置いといてほしいなと
思います。あとはですね、いろんな情報を仕込むことでプラスになることもあれば、私のように混乱してしまったというようなこともあるかと思うので、どのような方法でもその方その方に合うものっていうのがあると思うんですけども、何か一つこれを一つの核としてやっていこうというものを持たれた方がいいかなと思います。それは私の場合は畑さんの講座を受けて出会えた悪党だったので、それをやること自体がもう行動してる、実践してるっていうところをやっていくことでだんだん気づけるようになってきたので、これを信じてやっていけば、あ、行動してるなっていう風にこのアクトで思えた部分です。そういうのが一つあるだけでも自然と変わってきます。気になっていたことが少しずつあまり気にならなくなるというか、そこを見るというよりかは、あ、どん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 こうこれを行動していかなきゃとか、自分があくまでもやりたいこと、やっていきたいことっていったところに意識がだんだん強くなっていくので、何かにやっぱり一つに取り組むってことが大きいのかなと感じております。なるほどなるほど。まずやっぱり自己肯定感を無理に高めようとしないことが大切っていうところと、でもこれをするのがなかなか難しいから、何か本でも家族とかそういう専門家の方でもいいと思うんですけど、はい、自分を先導してくれるというか、はい、自分が信じれるというか、まあ、引っ張ってくださる人とか物を持っていくと、はいはい、徐々にね、そのやりたいことに目が向くようになって、はい、どんどん行動が変わっていきますよっていうようなところですよね。そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。やっぱりそのメンタルのことって目に見えないので、自分にできるかどうかっていうところで悩む部分も、はい、不安になる部分もあると思うんですけど、ここに関してはヒデさんの方でどうやって乗り越えてきたのかとか、そういうのってあったりされますかね。講座っていろいろあると思うんですけれども、適応障害を治して変われるために興味っていうのは非常に強くあるんですけれども、果たして自分はできるんだろうかっていうところが一番最初に思いました。克服された方の体験話ですとか動画とかっていうのも目にすることもありますし、変われるんだっていうふうにも思えるんですけども、でもそれって人のことであって、自分はどうなんだろうっていうのがすごい不安だったんですね。これでもしチャレンジしてみてダメだったら、本当に自分はもうダメなんじゃないかとか、チャレンジもしていない、具体的な講座内容を受けてもいないのにそれを考えてしまって、実はなかなか踏み込めなかったっていうのもちょっとありました。なかなかこう決断をできなかった部分もあったんですけれども、それっていうのは結果の内容は分かってるんですけども、それまでの過程がですね、どういうものがあるんだろうかっていうのが一つちょっとこう見えなかったっていう部分も正直あったんですね。それでも結構こう竹さんが、まあ、根気強くですね話をしてくださった部分、あの変わるためにはやっぱりその時間を置いてもなかなかダメだよっていうような、そのようなお話もいただいた中で、うわ怖いなと思いながらも、よしやってやろうっていうふうには思えたんですけども、実際にやってみてカリキュラムを見た時に、最初はどういうふうに進んでいくんだろうなっていったところから、ワークを一つ一つ与えていただいて、やっていくうちに次の内容っていうのはどういうものなんだろうっていうふうに、だんだんこうちょっと楽しみになっていく自分がいたんですね。それこそ最初に自分を知るっていうところから始まって、脱フュージョンといったところで、そういった思考っていうものは、まあ、物語であったり雑音であったりだっていうところを自分の中に落としていく。最初はなかなかそれも難しいなと思っていたんですけども、それがこう癖づけするように自分で思い返しながらやっていくと、だんだんこう解釈っていうのが変わってきて、じゃあ次に観察の事項をやってみたりだとか、これってどういう内容でつながっていくんだろうなっていう風にだんだん楽しみになりました。これ楽しみになるためには一つのワークをやっていく。最初は自分もできるんだろうかっていう風な先のこう不安ばかりを考えていて、できなかったらどうしようっていう風なことばっかりだったんですけども、まあやるからにはやっぱり変わりたいというのが大前提なんで、やっぱりやるんですよね。でやっぱりやっていくとその意味っていうのが一つ一つ分かってくるようになったりとか、分からなくてもやっていくことで自分なりにこう解釈をして、でそれを竹さんの方に投げてみたりして、アドバイスをいくに従ってだんだんこう自分の中で腹落ちしていって、じゃあ次このカリキュラム何なんだろうっていうワクワク感が方が楽しい、そうしていくうちにだんだんとこう身についていったっていうところが強かったです。本当にそれも一つ一つのワークの内容に対する興味だったりとかっていうのがあるんで、まあ、やっぱり興味があることに対してはやっぱり行動もしますし、しっかりやっていきたいっていうふうには思う一つのポイントなのかなと思います。
なるほどなるほど、ありがとうございます。やっぱり僕自身も適応障害っていう経験を自分の誰にとってもね苦しいと思うんですけど、だからこそ自分を変えるかけがえのない経験にできることであったり、はい、技術を身につけるね楽しさとか大切さみたいなのを伝えたいなっていうふうに思ってこのようなね活動をしているので、ヒデさんにねそう言っていただけてめちゃくちゃ嬉しいなっていうふうに思います。そこで自分にとらわれずに自己肯定感を気にすることなく、今やっぱり行動がね変わってきたっていうようなお話があったと思うんですけど、この行動を変えるっていうところまで行くには、そこに行くにはなんかどうやったらできるとかありますかね、はい、こういうのって自分のパターンを知るっていうところが一つだと思っていて、どんな時に本当に周りに対して怯えてしまうんだろう、どんなことに自分が怖がっているんだろうってところがまず一つと、はい、そう感じた時に自分はどういうことをしてたんだろう、そこが知ることっていうのが大きいのかなと思います。私の場合はその場から離れてしまう、机に座ってられなくてどっかにとりあえず行ってしまうだとか、なるべくこう人に関わらないように話をしないようにしようだとか、はい、なるべくちょっと人を避けているっていうような、本当は人とコミュニケーションを取りたいのに人を怖がってるんですね。だけれども人と話していきたい部分もあるのに話さないようになんとなくこう雰囲気を作っているとか、そんなところもあったんで、そういう要は行動認識っていうのがまずあるといいのかなとまず思っております。でそこからその時その時今どういうふうに考えているのかっていったところを見つめるっていうところが大事なのかなとは思っていますね、はい、なるほどなるほど。心の知識とか技術を学んで実践を繰り返すことで、まあ、自分を観察してどういう時にね対処すればいいかっていうのを理解することが大切なんだよっていうようなところですかね。そうですね、観察してるとある種自分とこう対話をしてるような感じにもなるので、最初の頃なんかそれでもおどおどしてる自分もあったんですけども、そのおどおどしてることも、あ、自分なんだな、だんだん思えるようになったというか、こういう側面が自分にはあるんだなっていうのを認めてあげられれば、はい、じゃあ本当は自分はどうしたいんだろうっていうところに考えるが向くようになってくるので、まず自分をよくよく見つめ直すってところはやっていった方が次の行動にはつなぎやすいのかなと思います。そういったところで見つめ直すであったり、観察するであったり、はいはい、自尊心とか自己肯定感を特に変えようとすることなく行動を変えるっていうのはすごい変化かなって思うんですけど、そういった心の知識を学んで、まあ、実践を繰り返すとどんな変化が出てきましたかね。一つはまず行動を起こすっていうアクションに、まあ、たどり着くことがまずできます。そこからどうなるんだろうっていうふうに思えるようになったというか、まず今までだと人に話しかけるとか関わるとか苦手な部分に対して目を背けて、そこに対しての自己嫌悪ではあったんですけれども、まず一歩踏み出すことによって、あ、結局別に自分が想像してた怖がってた要素ってあんまりないじゃんとか、別にそんなに自分に辛く当たってくることもないじゃんとか、なんか自分が勝手に膨らませた思考とは全然違うことに結構気づけるようになってるんですね。厳しいことも言われたりとか、自分が望むようなことではない反応っていうのもあるんですけれども、人は人でこういう風に思ってるんだ、あ、なるほどこういう感じで接してくる人なんだとか、反面に人を観察すると言いますか、余裕というかですね、そういうのも出てきたので、そういう風に行動していくことによってそこが思えるようになると、あまりよしよしっていう風には自分の中に落とさなくてもいいなっていう風には思えるかなと思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。まずこれまでは職場が怖いであったり人間関係が怖いであったり、はい、感情面でね行動っていうのが億劫だったかなっていうふうに思うんですけど、はい、まずはその行動をする自分に変わることができて、だからこそまず行動してみることで、まあ、たくさんのことを得られたり、はい、まあ、自分のやりたい価値観に沿った行動を今できるように変化されてるっていうようなところですかね、はい、そうですね、はい、いや本当にね最初すごくやっぱり不安とか恐怖にとらわれていて悩んでる時間長かったと思うので、すごく本当に嬉しい変化です、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後の質問になるんですけど、今適応障害とか自己肯定感が低いっていうふうに悩んでる方もたくさんいらっしゃるんですけど、はい、そんな方に向けて、それはあなたが悪いとか弱いってことではないし、はい、ヒデさんのように変わっていくことできますよっていうふうに少しでも勇気を届けたくて今回お話をさせていただいてるんですね。なので僕たちも本当に直近までね同じように悩んでいたと思うので、最後にこういうことをしていくと変わっていけるんじゃないかなとか、何か伝えたいことがあれば、はい、ぜひ教えてほしいんですけど、何かありますかね。人それぞれネガティブに思うことの内容だとかその量っていうのはやっぱり
人それぞれ違うと思うんですけれども、そのネガティブな思考だとか自分がダメだなと思うこと自体が自分の特徴なんだなと捉えられると一つ変わってくると思います。どうしてもダメな自分ってところをこう思ってしまうと、どん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 悩んでしまうっていうところで苦しんでいくと思うんですけども、その考え方自体も特徴だなっていうふうに捉えられると多少気持ち的に楽になるというか、自分の長所短所と同じでその自分の中の一つなので、じゃあそれに対して自分がどういうふうにやっていきたいのかってところと照らし合わせた時に、その自分のネガティブな特徴を分かっていれば、そこに対しての対策といいますか行動というのを考えられるようになったりとか、まず行動してみようと思うので、ダメな部分が自分を悩ませる、もう当然そうなんですけども、そうではなくて自分の人間性の一つの部分なんだよっていうところを受け入れられると変わっていくのかなと私は思ってます。なるほどなるほど、本当にね貴重なメッセージありがとうございます。ネガティブとかね自己肯定感が低くて悩んでしまう時ってたくさんあると思うんですけど、はい、それが悪いんじゃなくて受け入れることができたら、その自己肯定感低いとかネガティブなままでも自分をね変えることができるっていうね、すごく貴重な心強いメッセージですよね。そうですね、一つの特徴と捉えれば、これが原因で自己肯定感が上がらないんだとか、あまり気にならなくはなってきやすいかなと思います。でその前提としては、じゃあ自分はどういうふうに行動したのか、行動を取れているのか、じゃあその行動を取れるようにどういった手法で自分を動かすことができるのかっていう、何かしらのこう技術であるとか、まあ、それぞれ合う方法っていうのはあると思うので、何かそういうものを一つ見つけていくってことが最終的に行動につながりますし、行動したことによって次第にですね、自尊心が高い低いとか、自己肯定感を自分は高められてるんだとか、そういうふうにはいちいち気にしなくはなってくるかなと。でふと思い返した時に、前に比べてあれこれなんか変わってるなとか、そういうふうに思えればもうそれでいいんじゃないかなと私はちょっと思ってます。なるほどなるほど、ありがとうございます。自分が前に進むっていうところが本当に成功だと思うので、この一つ一つのね成功体験みたいなものをちょっとでもいいのでね、はい、踏み出すと最終的にはすごく大きく変化できるよっていうようなところですよね。そうですね。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい、最初お会いした時に恐怖感であったり不安感であったり、はい、すごく悩まれていた方だったと思うので、そんなね本当ヒデさんから今のね言葉を聞けたのは本当に勇気をいただけると思うので、はい、本日はね貴重なメッセージありがとうございます。はい、とんでもございません、ありがとうございます。はい、では今回本当に貴重なお時間をいただいてお話しさせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。長い間自己肯定感が低いと悩まれていたヒデさんが、その悩みを克服できたのは、本当に大切なことは行動を通して得られた結果に目を向けることで自己肯定感を高めること自体が不要だということに気づかれたこと、そしてその行動できない自分を変えるには、そもそも行動を起こすといった心の知識や技術を実践やアウトプットを通して学んでいくということが大切でしたね。自己肯定感が低いと悩んでしまう時間がなくなり、その分自分が取りたい行動を取れる自分になるということは、長い人生を歩むにあたってこれ以上ない大切な経験だと思います。僕自身もとても悩まれていた状態から、こんなに素敵な変化をされたヒデさんのお話を聞いて、改めていつも動画を見てくださっているあなたに少しでも貢献できるように、毎日一生懸命生きていこうと思いました。ここまで僕の動画を見てくださっているあなたは、きっと努力家で誠実で優しいお人柄を持っている方だと思います。そんなあなただったら、今の本当の悩みを解決して、心の奥底にある本当にやりたいことに踏み出せると思います。もし一人ではその道に進めないということであれば、誰かを頼るということもとても勇気のある行動だと思います。あなたは絶対に大丈夫です。これからもぜひ一緒に前に進んでいきましょう。ここまで見てくださったあなたに最後に一つお知らせです。こちらの公式 LINE では、3年以上行動することができず、メンタルの悩みを抱え、適応障害になった僕が、どのように本当の心の問題を克服してきたのか、どうすれば本当の問題を解決して自分を変えていけるのか、僕の全てを詰め込んだ一生もののスキルが身につけられる環境を用意しています。心が弱い、行動できない、継続できないという悩みを解決して、なりたい自分を実現したいという方は、ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をしておいてください。毎日人数が増えており、今では900名以上の素敵な仲間が集まっています。さらにもうすぐ公式 LINE 限定の特
特別プレゼントも配布予定なので忘れないうちに今すぐ登録しておいてください。ということで最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。この動画が少しでもためになったよという方はチャンネル登録、高評価、コメントをぜひよろしくお願いします。心のことはここまで学んだら OK ということではなく生涯を通して磨き続けるものだと思っています。僕はこの動画を見てくださってる皆さん一人一人と長期的な信頼関係を築くことのできるかけがえのない仲間になりたいと思っています。これからもあなたの力になれる活動をしていきますのでどうぞよろしくお願いします。いつも本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。